2024年おすすめする外壁4選、まあ、こちらの外壁もよく出ますね。ぜひ検索していただいたらいっぱい白出ると思いますので、これよりもこっちの方がちょっと高くなるんですよね。注意点としましてはですね、まずこういった特に自然素材系の材料を使う場合っていうのはメンテナンスコストもね考えた上で外壁材選んでいただけたらなというふうに思います。はい、こんにちは、本田です。今回ですね、2024年おすすめする外壁4選ということでお伝えしていきたいと思います。まあ、この4選っていうのがですね、まあ、何をもってなのかっていうと完全に私の独断と偏見が入っております。ということはですね、まあ、弊社のクオンホームでおすすめしている、まあ、外壁材になりますので、基本的にこれをおすすめしているということで見ていただけたらと思います。でね、まあ、いろんな外壁材あるかと思うんですけども、まず一般的にメジャーな外壁材って言われると、もう8割、9割ぐらい使われてるのかなと思うんですけども、溶業系サイディングっていうやつですよね。溶業系サイディング自体は弊社も採用しておりません。もちろん以前はね、使ってたこともありましたので、溶業系サイディングが悪いわけではないんですけども、まあ、昨今の弊社のこうデザイン、テイスト、衣装的なところから、基本今は溶業系サイディングっていうのは採用しておりませんし、まあ、ちょっとお客様から言われてもですね、ちょっと現在は取り扱いありませんということで、お断りをさせていただいております。まあ、理由はですね、まあ、いろいろあるんですけども、まあ、まずは見た目デザインのところからですね、もう少しこう重厚感のあるような、デザインを出したいということで、溶業系サイディングの対応は今はしておりませんという形になっております。でもしですね、これ動画見てる方どうしてもね、溶業系サイディングそれでもなコスト的なものになるかなっていう方は、コーキングがないやつですよね、コーキングレスをおすすめしておりますので、溶業系サイディングどうしても なるかなっていう方はですね、ちょっと工務店さん設計者さんにコーキングレスの、サイディング、溶業系サイディングっていうのがありますので、そうするとメンテナンスが楽になりますので、それを少しご予算と含めて相談してみてください。コーキングがあるタイプとないタイプ、そんなに価格差はないんじゃないかなと思いますので、ただ長い目で見るとね、確実にメンテナンスコストが下がっていきますので、溶液サイディングされる方はですね、ぜひコーキングレスの、サイディングを、検討してみてください。で、今弊社の方でですね、おすすめしている外壁ですよね、いうのがありまして、基本的に弊社のホームページでも書いてるんですけども、標準仕様で絶対これっていうのはないんですよ。なので、まあ、推奨仕様ということで皆さんにいろいろ選んでいただける仕様にはなってはいるんですけども、もうほぼほぼ今は基本的にこの4択でもうおすすめをしておりますということで、外壁に関しては割と絞らせていただいております。まあ、コスト、デザイン、見た目ですよね、その辺も含めてね、やっぱりいろんな外壁って結構コストかかっていきますので、まあ、その辺でお客様にまあご提案して大丈夫かなっていう商品を揃えています。はい、でまず一つ目なんですけども、こちらになります。はい、こちらですね、皆さんご存知かもしれませんけども、ソトン壁です。で、ソトン壁はですね、高千穂しらすさんというところが出している商品になります。まあ、イメージは土壁なんですね、酒屋さんの入る仕事になりますので、まあ、結構コストは正直するんですけども、弊社基本的な標準スタンダードで言うと、このソトン壁からスタートっていう方が結構多いかなと思います。一時はですね、弊社の建てる建築の、8割ぐらいはもうこちらほぼほぼ外んかになってきてたんですけども、まあこれがね、最近はちょっとラインナップも変わってきて、増えてきて、お客さんの思考も変わってきて、まあ僕もおすすめしているものがあるので、8割ぐらいでもないんですけども、まあまだ半分ぐらいか6割ぐらいがまだこの外ん壁っていうのが人気になっておりますね。まあ基本的にこちらもですね、しっかり軒を出した施工にすることによって、外壁の汚れもすごくつきにくくなりますし、まあ素材風合い感もすごくいいものになりますので、この外ん壁っていうのをおすすめしております。外ん壁にもね、いろんな色があります。はい、こちらですね、そのサンプルブックなんですけども、これね、ここにあります、これぐらいの色があるんです。これにもね、もっと最近は色が増えておりまして、たくさん色はあるんですが、基本的にね、あんまりこうなんか奇抜な色っていうのはあんまり正直おすすめしていなくてですね、基本弊社でまあ使っていただく色の目にすると、この121番のこの白ですよね、一番よく出るこの白っていうところと、あとは125番のこちらですね、グレーなんですけども、こちらもまあよく出ます。121番か125番のグレー、もしくはこちらですね、129番の茶色ですね。これは伊礼聡さんという建築家の方が作られた色って言われてるんですけども、伊礼色っていう呼び方をされてるんですけども、この129番ですね、この3パターン、121、129、125番のグレーですね、この中から選んでいただいております。まあ、この中で選べば、まあ、ほぼ間違いなくかっこよくなるかなと思いますので、基本的な外の壁はこの3色をおすすめして、この中から選んでいただいておりますというところです。はい、こちらね、結構仕上げ的にもこう書き落とし仕上げだったりとか、小手仕上げがあったりとか、まあ、いろんなこうテイストの違いはあるんですけども、
基本的にはまあこのソトン壁結構人気なので、こちらもよく採用させていただいておりますというのが、まずこのソトン壁という外壁です。はい、はい、次なんですけども、こちらですね。はい、こちらになります。ちょっとサンプルでかすぎてね、ちょっと大変なんですけども、ガルバリウム鋼板ですね。こちらの方もよく採用させていただいております。こちらはですね、まあ世間で言われる鉄板みたいなこうね、もう商品なんですけども、こちらもですね、オリジナルで作らせていただいておりまして、波板ですね、波板ガルバというふうに言ってるんですけども、まあこちらの外壁もよく出ますね。年に1棟か2棟ぐらいですね、こちらの外壁を使うこともあります。まあガルバリウム自体はですね、非常にまあ弊社の場合コストがすごく安く、施工することができますので、コストをね抑えたい方とかですね、はこちらを採用していただいたり、まあ見た目ね、こういうちょっとシンプルな感じのデザインが好きな方にも、こういったガルバ結構人気なので、こちらもおすすめしております。こちらですね、まあ基本波板になってるんですけども、角波だったりとか、まあいろんなこうデザインはあるかと思うんですけども、基本的に弊社が今作らせていただいているのはこの波板ですね。波板ガルバって言われるものを作らせていただいて、こちらで施工させていただいております。結構ね、シンプルでかっこよくなりますんで、いいんじゃないかなと思っています。メンテナンス面からも言ってね、非常にサイディングと比べると全然メンテナンスコストも、お安く済みますので、こちらをおすすめしております。で次がですね、こちらですね。こちらウッドロングエコ塗装の杉板外壁ですね。こちらもですね、施工した例がありますので、ここに貼っておきます。こんな感じの外壁になりますね。すごくまあシンプルでね、すごくいい感じの外壁材なんですけども、こちらはですね、普通の杉板ですよね。杉の板にウッドロングエコっていう塗料を塗っております。ウッドロングエコって何っていう方はですね、ぜひ検索していただいたら、いっぱい資料出ると思いますので、そこで調べていただけたらと思うんですけども、まあイメージはですね、もともとのこう木の、まあ、茶色っぽい色からですね、この塗料を塗ることによってすぐこんな感じの茶色っぽい色になります。まあシルバーグレーの感じのね、外壁の色に変わっていく塗料になります。こちらね、ウッドロングエコ塗装っていうだけあって、塗装品ではあるんですけども、色を付着しているわけではありませんので、基本的に最初に1回貼る前に塗っていただいたら、その後ですね、塗装し直しっていうのは一切ありません。なので、メンテナンスもすごく楽なんですよね。なので、非常におすすめしております。たまにやっぱ着色をね、したいなっていう方もいらっしゃるんですけども、やっぱ着色塗料っていうのは結局やっぱ色が剥げていく可能性がありますので、その後やっぱ10年15年するとやっぱりちょっともう一回塗り直しをしたりとかっていうね、メンテナンスコストがかかりますので、基本外壁に関しては塗装品っていうのはおすすめはしておりません、弊社の場合はね。なので基本的にはこのウッドロングエコ塗装をしてくださいというふうに言っております。でこれだったらいいですよっていうことで、いやおすすめはしてるんですけども、結構ね外観も締まった感じでですね、すごくいい感じになりますので、このウッドロングエコ塗装ね、結構おすすめしております。はいはい、次こちらです。はい、こちらはですね、ただの杉板です。幅がですね225幅あって、厚みが18ミリある杉板なんですけども、こちらですね、浜松の、天竜区で取られている天竜杉っていうのを使っています。まあ、弊社ね、ちょっとご縁がありましてですね、そこで、杉のねこういった加工をしている会社とご縁がありましたので、そこから引かせていただいてるんですけども、これがですね結構厚みがあってね、見た目もすごくいい感じなので、こちらを基本的によく使わさせていただいております。でこちらはですね、もう見ていただいたらちょっと質感わかりますかね、この荒仕上げって言って、まあ、表面をこう綺麗に加工していない、もうそのままの素地の状態なんですよね。もう原稿切ったまんまの状態っていうのを使っております。この荒仕上げをですね、このまま使うことによって、まあ、まず表面をですねこうサンダーで削ってこう綺麗にしたりっていう加工をしていないので、なんせコストが安いんですよね。で、しかもですね、こちら本当に完全ノーメンテナンスでいける外壁材になっています。でもちろんこういった杉板を無塗装でパンと貼るので、こちら色が変わって色が焼けてとかもありますし、こうカビが生えて黒くなったりとか、雨が当たるとこ雨が当たらないところでこう色ムラが出たりとかはするんですけども、それを風合いというふうに言いまして、その風合いをですね、すごく楽しめる方でしたらですね、こちらの杉板の外壁材っていうのはめちゃくちゃおすすめです。なんでおすすめかっていうと、やっぱりメンテナンスコストですよね、が安いっていうことと、基本イニシャルも安くなるんですよね。こちら本当に原木を切ったままの状態で荒仕上げでこのまま貼っていきますので、非常に施工コストが安いですね。材料も安いっていうことで、基本的にはこちらすごくコスト面も、いいですし、おすすめをしているという材料になります。でこちらの天竜杉っていうのをよく弊社でも最近よくしている焼いたやつですよね。焼いた杉っていうのがこちらになります。はい、最後おすすめの外壁の最後なんですけども、こちらが天竜焼き杉というやつですね。
こちらこの正番エリアではね、施工できるのは基本弊社だけにはなるんですけども、こちらはですね、先ほどの杉板をですね、18ミリの杉板を焼いた板になります。で、三角焼きっていうね、焼き方をしていまして、この天竜焼き杉についてね、詳しく知りたい方は、動画でも解説していますし、ブログにも貼っておりますので、よかったらそちらを詳しく見ていただけたらと思うんですけども、通常のこちら、焼き杉よりですね、表情っていうんですかね、めちゃくちゃかっこいいんですよね。これちょっとこう、鱗みたいな感じになるので、めちゃくちゃ表情がかっこいいんですよね。まあ通常こう焼きすぎってあれば、こういう木目がね、こう現れたような状態になるかなと思うんですけども、焼きすぎなのにこういう木目もこうなくなってしまってですね、すごく炭化層があって、彫りの深い味わいのある顔になりますので、めちゃくちゃおすすめをしております。で、こちらの方はですね、先ほどの天竜杉と比べると、要はですね、こちらですよね。こちらを焼いたのが、これになるんですよ。ということはこれを焼く手間代がどうしてもかかってくるので、コストは先ほどのこれよりもこっちの方がちょっと高くなるんですよね。なんですけどもめちゃくちゃかっこいいです。これね、結構ご主人さんには受けます。はい。なんですけども奥さんからは結構不評が、うーんっていう、こうちょっとね、言われる方が結構多かったりして、ご夫婦でよく話をしていただくんですけども、結構ね、男性の方はこうちょっとこう武骨なかっこいい外壁が好きな方が多いので、ご主人受けはいいんですけども、ちょっと女性受けがねあまりしないっていうのもあるんですけどもね。まあその辺はご家族で相談していただいて、弊社でもこれを採用するケースが結構多くなっています。今だとだいたい3割ぐらいから4割ぐらいですかね、まあこの天竜焼き杉っていうのをおかげさまで使わせていただいております。で、見た目もねすごくかっこいいので、特徴あるので、外から見ていただいた時にも、あの家かっこいいねって結構言われることがあって、結構目立つんですよね。やっぱりね、これ結構迫力があるので、やっぱちょっとこう周りから比べるとこうちょっと一目置かれるような外観になっちゃいますので、結構おすすめしております。はい。こちらはですね、同じく自然素材系のものになりますので、このよく言われるこの正面のこの黒い部分、炭化層っていうのが、じゃあいつまで続くのかというふうに言われるんですけども、基本的にはこれは雨が当たるところ、雨が当たらないところで、この炭化層の取れ方って当然変わります。炭化層が取れている面、取れてない面があったりとかですね、風の当たり方によってこの炭化層の取れ方が変わったりするんですけども、まあ、それも含めて風合いとして楽しめる材料になっていきます。で、炭化層が取れたらこれ何か直さないといけないのって言われると、基本的に何もする必要はないです。もうそのまんまなので、この後のですね、ランニングコストって言われる面で言うと、この天竜杉と同じようなイメージでいいかと思います。はい。なんで、まあ、こういった風合いをですね、楽しめる方に関しては、こういう天竜杉とか、先ほどの天竜焼き杉とかっていうのをめちゃくちゃおすすめしております。で、こういった風合いとかですね、雰囲気がどうしても嫌だなっていう方は、外ん壁を使われる方が多いんじゃないかなというふうに思っています。で、コスト面とか、まあ見た目ガルバの愛好無機質な感じの、雰囲気が好きな方はガルバをおすすめしたりもしますので、まあその辺でですね、皆さんいろんなこう選択肢を持ってですね、最終的には選んでいただいているということになっております。注意点としましてはですね、まずこういった特に自然素材系の材料を使う場合っていうのは、まず下地ですよね。これ基本的に溶業系サイディングと違って、この外壁材自体がですね、一次防水って言って防水層にやっぱなりにくいんですよね。なのであまりね、こう適当な施工をしてしまいますと、この中に雨が入ってですね、外壁の中の素材に悪さをして、雨漏りがしてっていう原因になりやすい材料になりますので、下地の防水施工っていうのはしっかりできる会社さんでないと、結構こういった杉田っていうのは難しいんじゃないかなと思いますので、こういうのが慣れていない会社さんとかですね、防水とかにあんまりこう興味がなくてですね、大した防水シートとかを使っていない会社さんとかだと、この後漏水する可能性が非常に高くなりますので、この下地の防水をですね、しっかり施工できるかどうかは確認されていた方がいいんじゃないかなというふうに思いますので、そこだけ注意してください。はい。あとこのね、外ん壁なんですけども、こちらも実は注意事項があって、オーナーさんには必ずですね、使用書とかにも書いてお話はしているんですけども、こちらのね、外ん壁、施工の仕方、施工の時期っていうんですかね、まあ気温とか雨、天候ですねによって発火現象っていうのがすることがあります。まあ簡単に言うと、この茶色いこの外壁材が一部こう白くなってしまうっていう現象が起こってしまうんですね。で、この発火現象っていうのが外ん壁起こってしまいますと、結構直しにくいんですよ。サンポールとかをね、かけて擦ればある程度見えなくなったりはするんですけども、どうしても発火する恐れがありますということで、オーナーさんにお伝えをしています。で、
発火現象が起こった場合は基本的にはちょっと直せませんということは必ずオーナーさんにお伝えをして、それをご了承いただいてから頑張って発火しないように施工する時期を狙ってはいるんですけども、それでもした場合はちょっとごめんなさい直せませんと、もちろんそれであの散歩でゴシゴシこすったりすることはできるんですけども、まあ、何もなかったかのように施工することは基本的にはこの外の壁できませんよっていうのもオーナーさんには最初から僕らは説明をしています。それをご了承した上で使ってくださいねというふうにしております。で、まあ、そういった話をすると割とですね皆さんあの白を選ばれますね。あま白だと発火しててもですね正直あんまりわからないので、あのこの辺を選ばれる方が多いです。このあごめんなさいこっちですね、白を選ばれる方が多いです。はい、なので、まあ、その辺を踏まえてですね、あの外音壁はちょっと選んでいただけたらなと思います。たまにこう外音壁でね、発火をしてですね、あのすごくそれをあの気にされてる方がいらっしゃるんですけども、前提としては発火するかもしれないっていうのはですね、やっぱりオーナーさんとしては受け止めていただけたらっていう材料になります。で、そういう発火をするとかですね、そういった風合いが変わるとかっていうことが、どうしても許せない方っていうのはですね、溶業系サイリングをお勧めしておりますね。はい、いうのはあの真剣剤と言われる材料なんで、出来上がりはもうほぼほぼ完璧な状態を保つことができますので、まあ、そういった意味では真剣剤と言われる溶業系サイリングというのはメリットになりますけども、まあ、その後はどうしてももう劣化でしかないっていう考え方になりますので、まあ、そういうのが許せないとかですね、ああいう方はですね、あのぜひ溶業系サイリングを、使っていただけたらと思うんですけども、現状クオホームでは使っていないということなので、まあ、そういった場合はちょっともうごめんなさいっていうふうになるかなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まあ、こういうのもそうですよね。天竜焼き杉なんかもですね、こう炭化素がいっぱいついてるんですけども、まあ、当然自然のものなので、この施工中にこの炭化素がポロポロ取れたりもするんですよね。で、家が足場が取れた時点で炭化素が取れてるところも正直あります。あるんですけども、まあ、それも含めてもう自然素材のもんなんで、炭化素取れてるから張り替えてよって、言わないでねっていうことは最初からお伝えした上で、あの施工させていただいているということなので、それが我慢できない場合はちょっとご了承くださいということで一応お話をしているような材料になります。はい、動画の冒頭にですね、2024年おすすめ外壁4選とかってやったんですけども、これおすすめ4選ではなくて、なんでクオホームの標準仕様のご説明でした。で、まあ、あのこの辺の仕様っていうのは別に基本的に弊社だけで取り扱ってるものではありません。どこの会社でも使えたりするものもたくさんありますので、まあ、あの基本的にはね、やっぱり長持ちする、まあ、後々のメンテナンスコストもね、考えた上で外壁材選んでいただけたらなというふうに思います。長持ちする家っていうことであれば、やっぱり外壁にね、すごくコストが結構かかるところになります。それは、まあ、当然イニシャルもかかるんですけども、ランニングコストの方がね、余計結構かかるケースが多いので、やっぱそういった材料をね、しっかり選んでいただくことによって、まあ、長持ちする家ですね、まあ、風合いを楽しめる家になりますので、まあ、あのそういったことを踏まえてね、外壁材しっかり選んでいただけたらいいんじゃないかなと思いまして、弊社として今この4つぐらいですかね、のラインナップを出してお勧めしているという感じなので、ご参考にしていただけたらと思います。はい、この動画が参考になりましたらグッドボタン、高評価、コメントお願いいたします。またあのクオホーム、私にですねご質問とありましたらですね、この下の動画の概要欄にご質問フォーム貼っておりますので、よかったらそちらに質問を送ってみてください。はい、そしたら今回は以上になります。ありがとうございました。